強力な反応、水面下より姿を現します。これがゴジラ。記録に残されているものと同個体かは不明です。ゴジラは何を狙って、まさかジェネレーター。ジエナジのジェネレーターがあるこのエリアへの上陸も、それなら説明できる。もともと奴の研究から生まれたものです。奴にとっては格好の餌なのかもしれません。もしくはゴジラにとっては同族嫌悪なのかもしれません。ゴジラが生まれたきっかけも、失礼しました。いいのです、今はあらゆる可能性を考慮しなければ。災害レベル1を閣議決定します。我が国を守るのです。これよりレベル1対応に入ります。収集することができます。データ収集ポイントに入りました。ゴジラ第4区画に到達。第4部隊、攻撃を開始してください。データ収集が完了したようです。おいおい、ここやばいんじゃないのか。
ジェネレーターは全て破壊されました。ジェネレーターの出力はゼロになりました。ゴジラ、上陸時よりも大きくなっています。吸収した純度の高いエネルギーが成長を促進しているのでは。やはり餌場を求めての上陸と考えられそうです。なんてやつ。けれど60年間の飢えはこの程度で癒されるとは思えません。ゴジラは何かを感じ取っているようです。次の餌場を探しているのでしょうか。未曾有の危機、国民の動揺により政権交代とならなければいいのですが、今の政界に私以上に厳しい判断ができる者が他にいるとは。ゴジラはどこへ向かうのでしょうか。相手は地球の仲間だ。愛を持って対応しなければね。エリア内にゴジラ侵入。やはりジェネレーターが狙いのようです。餌を与え少し叱ってやれば帰って行くだろう。我が家のワンちゃんも同じでね。ゴジラ第二区画に到達。開始してください。目標を捕獲。開始してください。これより攻撃に移る。ゴジラとは異なる巨大な反応。推定到達時間は60秒です。ゴジラ第4規格に到達。データ収集班のポイントにゴジラが侵入した模様。
体不明の反応。姿を現します。そんなゴジラ以外にも怪獣が。この地球はどうなっているの。沈黙しました。敵を倒して満足してくれればよいのですが、やはりジェネレーターが目的でしょうね。収集ポイントからの映像に切り替え可能なようです。データ収集が完了したようです。ジェネレーター機能停止。当エリアのジェネレーターは残り1機です。データ収集班から回収催促が来ています。ジェネレーターは全て破壊されました。
エリア、ゴジラにより壊滅。飼い犬に手を噛まれた気分だよ。ゴジラの上陸予想地域を計算しています。ゴジラ、進行を開始しました。進行ルートは予想通りです。ゴジラとて我々地球の仲間だ。手荒な真似はしたくない。ポイントにゴジラが侵入した模様。順調にデータ収集が進んでいます。ゴジラ第三規格に到達。未確認の生体反応を確認。何か来ます。
推定到達時間は30秒です。ジェネレーター出力ゼロ、完全に破壊された模様。怪獣現れました。ヘドラです。機能停止しました。やられた、なんてやつだ。しました。敵を倒したゴジラはやはり狙いをジェネレーターに移すのでしょうか。ゴジラ第5区画に到達。機能停止しました。機能停止。当エリアのジェネレーターは残り1機です。
リアのジェネレーターは全て破壊されました。ゴジラはなおも健在。実に悔しいね。気持ちが通じないなんて。